どうも、なめこです。春津狂気鉄道で、乗り鉄中のオープン主。名残惜しいけど、蒸気機関車の旅も終わりだぜ。それでは、ゆっくりしていってね。ただいまウプ主は、春津狂気鉄道でノルトハウゼンに向かっています。蒸気機関車に乗車中だぜ。現在、16時くらい。2月なのでもう暗くなってきました。ウプ主は車両最後尾のデッキにいます。外気温3度で、体感気温はもっと低いはずですが、最後尾にいるからか風がほとんど吹き込まず、結構な時間外にいることができました。それではしばしの間、暮れゆくドイツの街並みを、お楽しみください。だいぶ山を降りてきたので、平坦で直線な道が続きます。だいぶ暗くなってきました。照明がいい感じに並んでて綺麗だぜ。そうそう、ウプ主のいた最後尾車両には、家族旅行中と思わしき、お父さんお母さん、そして幼女が乗っていました。幼女だと。その幼女とは少しの間ではありましたが、一緒にデッキで景色を眺めたり、人形の方のなめこや、にゃんぼを貸してあげたり、車内に入るたびにブルッチョサムサムのジェスチャーをし合ったりと、少しばかりですが交流が図れました。日本国内なら、間違いなく事案発生だな。その幼女とご家族はこの駅でバイバイ。最後のお客となったウプ主を乗せ、蒸気機関車は日の落ちた街を、ひた走ります。先ほどちらっと映った車両は、バッテリートラムといい、市内を走るトラムの路線網拡大のため、春津狂気鉄道の線路を共用しているそうです。架線を引けないから、バッテリー駆動らしいぜ。
17時45分、約6分遅れで、終点ノルトハウゼンに到着しました。こうしてみると、ほとんど客乗ってなかったんだな。不採算路線にならないか心配だぜ。役目を終えた機関車が、機関庫に戻っていきます。奥の街並みと相まって、素晴らしい眺めだぜ。それではドイツ鉄道の駅に移動しましょう。ちなみに、こちらがハルツ狭軌鉄道の駅舎。で、こちらがドイツ鉄道の駅舎。お互いにすぐ目の前にあるから、わかりやすいぜ。地面に埋め込まれたブルーの照明も、近未来的でいいですね。ウプ主はこの時にやっとこさネットがつながり、親からのメールを知りました。ではこのレギオナルエクスプレスに乗り、ビターフェルトに向かいましょう。2時間ほどでビターフェルトに到着。ここから ICE に乗り換え、一気にベルリンに戻ります。風がめっちゃ強いぜ、壁に避難するぜ。ベルリン駅の ICE がやってきました。これもほぼ定刻通りだぜ。今回の旅では、ほとんどが定刻通りの運行だったような気がします。まあ、こればっかりは運だな。さて、ベルリンまでの乗車時間は1時間ほどですが、ウプ主は一等席車両には行かず、食堂車に直行します。食堂車。蒸気機関車の余韻で、空腹を忘れてたぜ。テーブルもいい感じで空いていますね。ここにしましょう。と、その前にメニューチェック。美味しそうなやつがあるか、どれくらいの値段なのかを確認します。食堂車って、高いイメージがあるからな。早速注文し、まずはビールが運ばれてきました。それではいつもの、乾杯。ドイツ高速鉄道の食堂車で飲むビールは、やっぱ苦いでー。約8分ほどで料理も運ばれてきました。ケーニヒスベルガークロプセ、バターライス添えです。なんか全体的に白いぜ。怪しいぜ。これは一体何なんだ。一言で言うと、クリームソースのかかったミートボールです。ベルリン周辺の名物だそうです。車内でもドイツ名物を食せるのか。ドイツを満喫しまくりだな。ところで、これって車内で調理してるのか？ネット情報では、レトルト食品を温めてるだけ、と聞きます。けどレトルトとは思えないくらい美味しい。
との情報もありました。お味の方は程よくジューシーで、クリームソースと合わさってうまいでー。バターライスもついているというか、メインより多いですが、クリームソースと絡めてリゾットっぽくなり、これもうまうまでした。お値段はビール 3.3 ユーロ、ミートボール 10.9 ユーロ、合計 14.2 ユーロ、なんだかんだで2000円でした。移動時間に名物料理を落ち着いた雰囲気で美味しくいただける、 ICE の食堂車素晴らしすぎるぜ。機会があればまた行きたいぜ。メニューと価格はこんな感じ。海外の食堂車と考えるとかなり安いと思います。ビールもレストランとほとんど変わらないし、英語読めなくても写真があるからなんとなくわかる。素晴らしすぎるぜ。食事をし終えた頃にちょうどベルリンに着きました。そしてそのまま宿に戻りました。以上で9話でお送りした5日目、この旅のメインイベントが終了です。鉄分補給も十分できたし大満足だぜ。そしてこのドイツ旅行も間もなく折り返し、まだ半分行ってないのかよ。先は長いな。明日は午前中にベタベタしない観光ツアーに参加し、午後から最終拠点のミュンヘンに移動を開始します。なお、リアルタイムでは少し脱線し、ゴールデンウィークに行ってきたぼっちキャンプの模様を2話くらいでお送りします。それではご視聴ありがとうございました。